皆さんこんばんは。バニッシュズの続きやっていきたいと思います。さあ、食料は良くなったんだよね。薬草はやべえな。薬草足んないね。鍛冶屋さんも足んないね。石炭持ってるね。増やすか。薬草が足んないですか。石炭、石も足んないね。飯はなんとかなってる。牛さんも来たしね。牧場もあるしね。農民が一人減ったな。ここも鉱山作ってる途中でしょ。鉄の道具にした方がいいか。石炭がちょっと厳しいわ。増やして薪割りは12人いるけど足りないね。全然ある場所がいけないかな。木こり小屋があってね、ここら辺から取ってきてほしいとこだけど、あとここもか。資材置き場はあるね。で、ここに木こり小屋、あれ木こり小屋作ってないか。こっちはまあ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 、いや、外で減ってるね。これは場合によっては漁師増やすよりあれかな、畑とかにしちゃった方がいいかな。数減らすか。大工増やすか。さあ大工さん頑張って。どうかな、これでベースの食料なくなっちゃうときついかな。トウモロコシ、小麦、トウモロコシ、ピーマン、ピーマン、よし、いい感じに。これでなんとか頑張ってもらおうか。薬草が足んないね。ちょっと増やそうか。若干減ったか。薪割りが減った。ここにもあったよな。仕立て屋も作ってる段階か。狩人減った。ここは薪割りはあるね。石の備蓄が残りわずか。まあそれは建物建ててるからしょうがないね。あとはここら辺だな。食料地帯、食料プラス鉱山地帯も作んないとね。ここも畑作れんな。で、大工の数増やして、薬草も増やすか。減ったな。攻撃場、攻撃場、なんか売ってる。鉄コート、ピーカンナッツ。ああ飯がどっちかっていうと欲しい。薬草いくつになってる？薬草200か。川か。鉄とか買っといた方がいいかな。
90ユニット30よし、せっかく来たんだ、もうちょっと買っておくか、飯を。玉ねぎ、りんご、あー、きのこ、くるみが100の、ももが100と、はい、よし、飯も仕入れないとね。農民が力尽きたか。農民削れてくな。で、石炭を、あ、石炭あれ？だいぶ余裕あるな。こんな余裕あるなら、これにしようか。で、仕立て屋がもうちょっとだな。仕立て屋がもうちょっとでできるぞ。頑張って。ガンガン行こう、ガンガン行こう。あとちょっと、ちょっと、ちょっと、いける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 。仕立て屋来たね。羊毛のコート、はい。薪割りも OK だね。石が足んねえか。ああ、ここの倉庫ができないと大変だね。ちょっとね、ほら、これがロスなんですよ。ここに持ってくるまでのこの距離だから、この中間地点にこれを建てたんですね。よしよし、鉱山は石が足んないね。よし、さあもうちょっとで出来上がるぞ。81か。牧場もあるからね、一応分割はもうできるか。よし、これでタイムロスはなくなるね。あとは漁師の数を減らしながら、あれだな、ちょっと一旦大工増やそうか。大工増やしながらピーマン増やすよ。はい、よし。で、トウモロコシ、食料いいね。食料の限界もっと備蓄しておきたいなとね。3万、で、ここにちょっとずつ備蓄したいと思います。今も400、あとどれだ、あれ、鉄の道具も備蓄しておきたいな。あと羊毛のコートも備蓄しておこうか。早いな、持ってくるの早すぎだろう。
1000ずつぐらい打ち込んでおくか。打ち込んだ方が早いな。あとなんだっけ、小麦だ、小麦小麦。はい、80、100いけるか。コートも100だな。いざとなった時用だな、これで。いや、まだ余裕ありそうだな、これ。2000ぐらいにしとくか。1500だな。いや、もう1000でいいな、とりあえず。よし。労働者が余ってんな。小麦、トウモロコシ、小麦、ピーマン、ピーマン。トウモロコシ、結構な数だな。よし、十分だな。農民が増えたぞ。あとお家だな。凍えてるか。石造りの家、石造りの家、木造り、木造り。時間がかかりそうだな、ここ。石がないからね。さあ、農民の人がね、あれなんだよね。お家建てないとさ、農民来れないんだよね、こっちに。大工、大工、大工、畜産家。はあ、石膏が足んないな。とりあえず。交付交付。何かが上限いってる。石炭か。よし、いい感じだね。ちょっとお酒足んねえな。さくらんぼ、さくらんぼのエル。こうもちょっと余裕が出るとね、こういう風にしちゃうからね。がっつりやったな。石膏増やして。はい、木こり増やして。まだだな、木材が足んねえ。だいぶいい感じになってるよね。ほら、牛増えんの早いよね、やっぱね。数が多いからだな。石膏増やす。こういう増やして。鉱山を建てるから、2つ建てれんな。お家はまだまだ必要だ。よし、木造りと石造り。はい、混ぜていこう。はい、
しよし、採石場ここ作れるかな。さすがに厳しかったようだ。ここで鉱山賄えるな。採石場がここで行けるな。採石場作っとくか。やりすぎ感が否めないけど、まあどうせそっちの奥の方を使う予定なかったしね。お家はここら辺建てれるしね。石膏減らして、農民増やして、野草取り増やして、よしよし、お攻撃所、攻撃、牛か、牛か、帰る間に帰ってえな。牛買っとける、買っといた方がいいか。早めに20にしちゃうか。高えな。コート売っちゃう。いやーだいぶだな、はい、先にぐらい買っとくか。どうせここに来るでしょう。ここが早く完成すればな、もうちょっと買うんだけどな。あ、まだここにいるね。頑張って、建築頑張ってくんねえかな。ここの建築がどうにかなれば。ああちょっとずつ進んでるね。飯は5300、備蓄はある。ああトウモロコシいったね。いけそうだね。牛がこっち来たか。あれ牛どこ行った。あれ牛牧場、あこっち行ったのか。なるほど、狩人減ってるな。農地を増やしたいんだな。トウモロコシにしようか。ちょっと待って、あ小麦にしよう。小麦にして、医療農民100人大台来ましたね。ここにもう一個鉱山作れるしな。人手が足んねえな。人手というよりお家が足んねえか。でもいいから木造りの家にしてもらうか。石造りか。はい、さあいいね。 あまだここの農地は余ってた。食料は余裕があるときにね。甲府農民、甲府の跡取りがいなかったか。よしよし。
っとずつ増やしていこうか。野草取りか。うん、でもとりあえずだいたいいい感じにはなってきてるかな。16、51、もうちょっとでもう一個牧場完成するな。ああ、攻撃職入ってった。トウモ、ピーマン、ピーマン、小麦、小麦、トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシ。ピーマンにするか、作るとしたら。いいね。だいぶ収穫いいですよ。さあ、あ、食料余裕出てきたな。食料余裕あるうちにちょっとずつ数をごまかしていこう。いつかの大飢饉が来た時のため備えて。よし、ローテンションが足んないかな。来たな、牧場来たな。14か、分割するか。牛、そこを分割させてもらおうか。畜産家1人、畜産家もう1人か。はい、よし。でここら辺に大工とか畜産家が住み始めると、ここら辺の資源は採集しちゃっていいんだよな。どうすかな、どっかに資材置き場作んねえとまずいか。鉱山があるんだよな、どこに資材置き場作ろうか。いや資材置き場なくてもここにあるからな、資材置き場という名の。石炭ここに入るでしょ、鉄もここに入るしね。そんないらねえんじゃねえかな。ああ、だいたい良さげじゃない。こっちの方は食料ね。上があと木こりを立てたいぐらいか。薪割りはまあ仕事としてって感じかな。ここに木こり小屋も立てて供給を OK にすると、うん、お増やしてえな。うん、働き手がいないんだよね。あ、ここに入ったか、配属されたな。よしよし、木こり小屋がちょっと少ないかな。石の供給も十分だね。石余裕出てきたか。ちょっとずつ増やしていこう。はーい、全然大丈夫だな。薬草は大丈夫か。もうちょっと行く？このぐらい行っても大丈夫だろう。よし、木こりをもうちょっと増やしておくか。さて今後ヤバくなってくるのなんだろうな。今んとこ安定してるけど、何がやばい？考えろ。今後やばくなってくるのは今のところ食料で困ってないでしょ？薪も足りてる。
今度怖いの凍えるだな。薪と木こりをちょっと増やしておこうか。で当然ここにも建てるよ、木こり小屋。ここら辺までの範囲とここら辺までの範囲ね、その間に陣取るかごとく、陣取るかごとく。はい、でそれに連なって道路を作ると、舗装された道路を。よし、いいね。大体とりあえず今回ここまででいいかな。いい感じに落ち着いたしね。ちょっと今回時間短いけど、まあいいでしょう。というところでね、今回はここまでにしたいと思います。ここの牛牧場が出来上がってね、ここで食料ががっつり取れるようになりました。もちろん農地もね。で市場を真ん中に置くことによって、周りを家、その周りをこう畑とかにするというのでね。でここ鉱山2つ並べられますんでね、まあ、鉱山はしばらく大丈夫かなと。石置くのもここで採石場置いたので、しばらくは大丈夫じゃないかなと思うんですけど、まあ場合によってはどうすっかな。厳しいよな、ここ使うのはちょっと厳しいですね。採石場置けそうだけど、うん、ここはここでいいでしょう。こういう形で木こり小屋とか作ってね、足りなきゃここに薬草小屋も置いちゃえばいいしね。これこういうのセットよ。で川がすげえ余ってるんで、ぜひともね、今後のやりとりは川でやっていきたい。で羊はそれなりにいるので、羊さんにね、羊毛のコートで、いや上等なコートいけるな、上等なコートにしようか。今の近いとこ、鍛冶屋いないって、いないか。仕立て屋さんで上等なコートに変えておきましょう。あ、上等なコートやってるね。皮が余ってんだからいいよね。はい、ということで、この調子でね、1000人目指して頑張っていきたいなと思います。とりあえずもうちょっとここら辺をやったら、いよいよ手をつけなきゃいけないのが、まあこっちの左側の方ですね。どっから手をつけるか、ルートとしてはこのトンネルを作ったルート、ここね、まあ、真っ先に市場を置きます。ポコってね、市場を置いたら、まあその周辺にお家建てながら、木こり小屋とか建てた方がいいのかな。木こり小屋建ててこうやって建てたいけどね、極力市場と市場の間にこう木こり小屋とか置きながら、畑作ったり牧場作ったりっていきたいけど、ここはそれが通用するかな。ちょっと厳しいかもね。まあ強いて言うなれば、最初の入り口をここら辺を木こりとかにしちゃって、こっちの方伸びた時に牧場系にする。2つこうポンポンって市場置こうか。こことここかな、置くなら。でこっちに行くルートと、うん、ちょっとここら辺はやりながら考えていきたいなと思います。まあ順当に行くならなんだろうな、じゅんぐりやっていくなら左下から行こうか。トンネルもあるしね。うん、そうだね。というところで、人口に関しては72-68だから140の376だから400516ですかね。
500人はなんとか突破してます、この調子で頑張っていければいいんですけれども、まあどっかで何かしら起こるんじゃないかなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。